おはようございます。今日は金曜日です。おはよう。気温が高い証拠。確かに。でもさ、昨日さ結構暖かかったよね、新潟。雪はまだあるけど。おはようございます。全然大丈夫、全然大丈夫だった。目開いてるよ。でも昨日は本当に結構早く寝た。11時半とかに寝たかも。おはよう。でもいつもさ6時半とさ6時40分に目覚ましかけてるんだけど、今日6時半の目覚まし鳴らなくて二度寝できなかった。おはよう。昨日もずっと携帯見てしまった。青はね、昨日夜につむつむはやらないでおこうって決めて、つむつむはやらなかった。一昨日とかは夜つむつむやって、寝てたけど、今日つむつむしなかった。さっき起きたから準備しながらバタバタ聞いてる。急げー。急げー。二度寝できないとなんだか損して。ああ、そうね。だから二度寝してるけど、割と大事。あと一回だけじゃん。もし起きれなかったらさ、あ、ちょっとすいません。一回目覚ましかけてもさ、それで起きれなかったらだいぶ大変じゃないですか。だからそう、おはよう。でもここ最近寝坊っていう寝坊はしてないかも。まだ2021年は。カラオケ配信とピアノ配信、全然決めてない。でもピアノ練習したいし、カラオケももうちょっと待ってほしい。おはようございます。かなー。でも昨日のカラオケ配信楽しかった。2時間やったけど、そんなめっちゃ長って感じなかった。全然ね。おはようございます。おはよう。チラチラ。おはおちゃん、おはよう。こちら
骨文字かわいいね。やばい、喉痛めないように乾燥してるからね。カラオケ配信、カラオケ配、カラオケじゃない、今な何言おうとしたんだっけ。冬は乾燥するよねって。カラオケ楽しかった、青も青も、青も楽しかった。朝焼けとても綺麗ですね。全然ね全然曇ってる。なんならもう夜みたいな暗さ、それはないけど曇ってるから。今日喉が乾燥しておけるかも。あーでも朝喉乾くよね。加湿器、加湿器欲しいけど結局今年も買ってないわ。なんかハニー買おうとしたら、でも喉飴ってすごいよね。喉飴、おはようございます。寝るときは一応マスクしてる。寝るときマスクしてもさ絶対泡取れちゃうんだよね。普通になんか前してたときあったけど、乾燥しないように絶対朝起きたらどっか行ってるから、もうこれはする意味がないと思ってしなくなった。大阪だけど雨降ってる。あーもうめっちゃ新潟降ってる、とてつもなく。おはよう、わかりみね、わかりみよね分かりみだよね。本当にそう。今日11月のお話し会で書いてもらった。やったー、楽しみにしてて。サイン。寝てる時にねマスク取れることめっちゃある。てか取れなかったことが一回もないかも。そう、それは寝相が悪いからなのかな。でもあんま寝相悪くないはずなんだけどと思って、なんかね外れちゃうんだよね。寝てる間に自分で外してんのかもしれないけど。おはるかございます、おはようございます。快眠、快眠。日曜日踏んでない夢。でも夢ってさ真逆のことをね表すっても言うし、夢は夢だから大丈夫だよ。寝相の問題と違う気がする。外してる、確かに外してるか。でも全然そうなんか記憶にない。寝てる間にぐるぐる布団一周。でもなんか寝相がいい悪いの問題なのか分かんないけど、あお今布団をね3枚かけて寝てるんですよ。で3枚かけて寝てるんだけど、なんか一番上のやつはいつもちゃんと青の体にかかってくれてるんだけど、1枚目と2枚目だけ、1枚目のタオルケットなんだけど、タオルケットは右側にもう全部いっちゃって毛布だけ左側にいっちゃうの。結局なんか結局ここ
この一番最後の布団だけかかってみて、シャツまでひのちゃんのでもショールームのクマね、なんかレッスン場にあるらしくってね、全然だから取り行けてない、取り行けてないっていうかレッスン場に行くタイミングが全然なくて、なんかいつだっけ、なんか新春周年のリハの時にあったらしいんだけど全然気づかなくて、だからそう次行った時にもらってくる、だから誰かに取られてないといいなと思ってそうマネージャーさんに守ってもらおうかな、あれ青のクマなので絶対に誰も取らないでくださいっておーちゃんが受けたかもしれないドラフトね、え3年ってすごいよね、ってことはもうみゆみゆとかゆの子かえりちかのもう4年目ってこと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 になる、先輩じゃん、先輩なんだよあの方たちはあの方たちは先輩なんです、でもね、あるよね。普通にさ、初めて会った時とかさ、結構もう、何？見てた側だったから、見てた側だったから、ドラフトもね。だから、すごい、もう、ドラフトの方って感じ、ちょっと説明があれだけどだから初めて会った時はめっちゃ緊張した覚え、こんなにちゃんと話せてない定型文ね、ちょっと定型文まだちゃんと考えてない、でも変えたい、でもあみゆみゆのことすごい推してましたみゆみゆめっちゃ好きだった、可愛いと思ってた、でもみんな可愛いと思ってた、おかしいな、おはよう、なんか初めてミキ以外の NGT メンバーと会ったのが初めて会ったのがドラさんだったから、ドラさんでなんかステージの上でなんかドラさん2期みたいな感じでいて懐かしい、それでなんかドラさんが一人ずつ何々何です、よろしくお願いしますっていうのをただ言ってくんだけど、もうすごいなんかすごくすごくやっぱりすごい方たちなんだなってめっちゃ思った覚えがある、なんかもうお辞儀とか特に帰りなくお辞儀こうだからさちなんとか本当ありがとう、めっちゃむくんでる今日、なんかわかんないけど、できます、いってらっしゃい、気をつけてね、
気をつけて行ってくるんだよ。あ、中村舞さんめっちゃ可愛いよね。毎日配信280日お疲れ様です。お疲れ様ですお疲れ様です。初期ありがとうございます。こちら古田たおいです。あ、初期ありがとうございます。古田たおいです。古田たおいです。仕事に後輩が入ってくると、あおちゃんみたいなこと同じじゃない？同じだと思う。なんか今までちゃんとなんか先輩後輩の関係を持ったことがなかったから、そう、全然分かんなかった。部活もさ、クッキング部だったからさすごいゆるゆるだったから、藤原ちゃん管理ありがとうございます。おはよう。24日ピエン？どんまいね。いやでも2月もしたい。2月あったらまたぜひ待ってるね2月したい。また2月何するんだろう。2月何回したい。今日金曜日。イエス！今日金曜日。後輩できても最初は話しかけれなそう。いや、それはそう。それはそうすぎて。でも多分しばらくしたら話しかけると思う。わかんない。でもなんか話しかけてほしい急げのおかげで、あ、よかったよかったよかった、間に合って。あおちゃん先輩でもそうね、あおい先輩って言われてたかな、中学の時。あおい先輩って言われてたけどさ、でもあんまりなんか後輩と喋る機会全然なかったから。あお普通になんか、そう、星投げ終わった。星投げありがとうございます。そう、カウント管理ありがとうございます。でもなんか何のタイミングで話してたか分かんないけど、なんか中学校の時は割と中1中2中3でなんか土曜日の授業とかなんかやることが多かったから、割とね、新潟来てからは割となんか後輩と話す機会が増えたけど、でも全然でも全然一個下の子たちがね、すごいなんか怖かった覚えがある後輩のちょっと嫌つ、後輩の圧に負けちゃってた昔はおはよう、青い先輩って言われてました。
でもさ、NGT とかさ、 NGT もそうだけどさ、先輩ってつけることないじゃないですか。さん付けじゃん。あったら涙でさ、涙出すの。じゃあもうここにティッシュ用意しといて、ね、ここにティッシュ、ティッシュ用意しとく。おはよう。春だったら確実に春かまるさん、春かまるさんはないんじゃない、はるるんさんとかじゃない、わかんない。でもいつからかさ、はるか先輩に春かむらって言われ始め、ちょっと始めてる。春かむらって。青井先輩？青井先輩多分全然厳しくないかもしれない。普通に。青も緊張すると思う、絶対。初めて喋る時とか。はよ。では、なんて呼ばれるんだろう、もし後輩来たら。あおちゃん、あおちゃんさん、あおちゃんさん。でも、みはるさんがさ、みはちゃんでみはるさんじゃないですか。でも、古舘さんは絶対ないと思う古舘さんは絶対ないと思うけど。青さんあるかな。青さん、葵さん、葵さんもないと思う。葵さんより青さんの方があるかな、わかんないよ。青さん、青さんかな青さん、青さんです青さん。青ちゃんさん、今日お昼公演当たったから、葵ちゃんも応援しに行くね。しに来て、しに来て。で、サイリウムを葵ちゃんって見つけるね。後輩が入っても流れないよう頑張ります。頑張ってください頑張ってください、流れないようにオレンジ青ちゃんさん、長いってそれ、長い長い。オレンジ、オレンジも大事だけど長い長い。遊びに来たよ、ありがとうありがとうございます。青さんって名字に青がつく人みたい。ああ、確かに確かに。公演楽しみ。ちゃんと確認しなきゃ、やばい、ちょっとほうちゃんの部屋？ほうちゃんの部屋って何？ほうちゃんの部屋？名前？ほうちゃんの部屋？王さん、王さんか、あ、王さんってこと？あ、王さん、王さんあるかな。王さんか、
悪くないかも。ハートありがとうございます。ロバ先輩はないと思う。ロバ先輩はないと思う。葵ちゃんの主催であるオレンジ黄色単色でペンライト公演に行く予定。やった、オレンジ黄色です。あ、右というか左というかどっちでもいいけど、オレンジと黄色です。ハートありがとうございます。おはよう、初見ありがとうございます。古田亭だ、葵です。オレンジと黄色です。おはよう。ロバネタ、まだロバネタ存在してると思いますよ。オレンジ黄色、黄色オレンジ、オレンジ黄色。オレンジ黄色でも全然こだわりはない。本当にオレンジ黄色。おはよう。でもさ、ちっちゃいもんとかだと、ちっちゃいもん公園とかだと結構割とみんなもう配信違う、配信じゃない、サイリウムの色が違うからわかるけど、なんか全員で公演した時とか割と似てるサイリウムのメンバーとかいるから、もうよーく見てやってる。そう、いつも朝配信ありがとう。こちらこそ、行ってきます。行ってらっしゃい、気をつけてね。私の生誕って全然ノープラン。全然ノープラン。ツイッター見てて、そうなの、あおちゃん推しの人が当たったっていうの多くてめっちゃ嬉しい。だから日曜日めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ。早くだから日曜日になってほしい。たまに色変えても、変えるとしたら青が見えてないとこでしたね。あ、ありがとうございました。また夜。もう半になっちゃう。ではでは、今日も行ってらっしゃい、行ってきます。ゆうしととわしなぎ、ありがとうございました。また夜ね、9時からです。バイバイ。バイバイキン、ありがとうございました。またね。バイバイ。